はい、トワライト連邦共和国 Vlog です。東京もまん延防止、等措置が発令されるので、まあ緊急事態宣言とあんまり大して変わらないような感じになりそうな、感じですね。まあだからまあ巣ごもりがまあね当面続くのかなという感じではありますが、まあやることがないことはないんですけども、まあ比較的外でね何かする機会っていうのが、どうしても減りがちで、まあ家の中で何かする、まあ例えば人によってはテレビを見たりラジオ聞いたり本読んだり、まあ、あるいはインターネットで、YouTube 見たり、なんかねこう有料の動画配信サービスを利用したりっていうような感じでこう過ごさなくちゃいけない。動画もダウンロードすればオフラインで、見ることができますので、まあスマホでね、なんか動画をダウンロードして、まあローカルに動画ファイルがある状態で、見ることができれば楽だなと思って。ただまあスマートフォンに入れる、まあ私 Android ですので、マイクロ SD カードが入るんですが、まあ結構あんまり使わないので、使わないというのは写真をねこうセーブするぐらいにしか使わないので、そんなに言うほど大容量もいらないですし、まあ最終的にはパソコンのハードディスクに入れてしまうので、まあそんなに、スマートフォンそのものに大容量の SD カード積まなくてもまあいいっちゃいいんですが、まあ、どうしてもその動画を置いとくってことになりますと、まあ大容量の SD カードがいるので、まあ輸入品ではありますけど、どこだったかな、マクスターだったかな。本当はサンディスクとかね、東芝の方がいいんでしょうけども、高かったので、マクスターの、256GB かな、の、SD カードを買いました。楽天のポイントが7000ポイントついちゃったんですよ。例の楽天ミニをね、1円でもらった時に、ちょっと条件を満たせば、まあアプリを入れて、一通はするとか、ショートメッセージサービス、SMS を一通送れば、7000ポイントつきますと、本当ついたんですよ。先月末かな。だから1円で、電話機もらって1年間タダで使えて、さらに7000ポイントをもらって、まあいいっちゃいいんですけど、大丈夫かなと思うんですが、まあその7000ポイントを使って、まあその半分ぐらいを使って、マイクロ SD カードを、まあ、比較的速いね、速度の速いやつを買いましたので、まあ、結構動画ファイルを入れといても大丈夫なのかなという感じになりました。まあ便利ですよね。古い、もっと容量の小さい SD カードからアダプターを通してね、パソコンに両方とも USB でつないで単純にコピーすればいいだけの話なので、なんか別にコピーツールとか別に何にもいらなくて、普通に Windows の Explorer でピッピッと古い SD から新しい SD に、コピーしてしまえばそれで完了なので、楽でいいですよね。最近はですね、結構まあ、この間の お江戸の地名っていう動画上げましたが、落語とかね、やっぱり楽しいのでよく聞くんですよ。もう本当はね、寄席に行って聞くのがいいんでしょうけど、私まだ寄席に行ったことがないんですが、まあ、YouTube でいろんなね、名人と言われる師匠、噺家さんたちの、落語っていうのを聞くことができますので、聞くんですけど、まあどうしても東京に住んでる関係上、まあ江戸の落語、上方じゃなくてね、江戸の落語は聞く機会多いですけど、まあいろんな話がありますよね。人情話だとか、狂話話だとか、
まあね、正談ものって言われる、まあ主に大岡越前とか出てくる、名裁きものですね。まあ、もう、いろんなものがありますけども、まあ、やっぱりその人情ものとか狂わ話っていうのは結構聞いてて泣けますよね。私好きなのが、もともと好きだったのがね、狂わ話で、高野高尾っていう落語があるんですけど、これは涙なしでは聞けないですね。まあ、やる人にもよりますけどね。比較的面白おかしくやる、話し家さんもいれば、まあ、古典なので、忠実に、こう、やる方もいらっしゃいます。最近はね、文七もっといとか、これも涙なしでは聞けないですね。非常にこう、江戸っ子、かたぎの、親方が出てくるお話なんですけど、非常にまあ面白い。長いですけどね。全部フルでやると多分1時間近くかかるんですかね、文七もっといは。まあ結構はしょって、30分ぐらいにして話をしてた師匠もいらっしゃいますが、まあでもちゃんとフルに聞けば約1時間ぐらいかかる対策だと思いますが、これはなかなか、涙ものですね、ところどころね。面白いところも、笑えるところもいっぱいありますけども。まあ、江戸の職人が出てくると、どうしても江戸弁って言いますか、下町言葉って言いますか、いわゆるベラン名調の言葉が、出てきますね。まあ、あれ、東京弁というふうに一般的には呼ばれてますけども、よくよく考えると、今東京で、東京言葉、東京弁、を使ってる人なんてもうどこにもいませんよね。おそらく落語家さんぐらいじゃないですか。それは演目としてね、話をするときに江戸弁を使うぐらいで、まあ、普通のこう会話でね、日常の会話でベラン名調を使ってる人なんて聞いたことないですよね。だって、テアンデーとか言わないですもんね。聞いたことないですもんね。テアンデーベラボー、ベラボーメスとこと、こういう男、おととい来やがれとか言わないでしょ。それと一緒で、そういう言葉すらも、もうすでに過去のものになりつつあるわけですね。まあ、昭和初期ぐらい、に生まれた、東京で生まれた方は、しかも下町でね、生まれた方はそういう言葉は使えるのかもしれませんが、もうだいぶでもかなりのご高齢ですので、まあこのいわゆる東京弁、ベラン名調の下町言葉っていうのはもう、ほぼ死語というかね、もう使われない言葉になりつつあるなというふうに思いますね。まあよく、まあ言葉の意味が分かって、比較的使われるっていうかね、おととい来やがれとかあんま使わないと思いますけど、おととい来やがれっていうのはおととい来れないですよね。おととい来やがれってそういう意味なんですけど、おととい来やがれたとおとといは来れないわけで、過去には来れないので、まあ、要は二度と来るなという意味なんですけどね。べらぼう、べらぼうめ。ベラボーメってこう言いますよね。今使わないですけど、ベラボーっていうのもこれも江戸言葉ですよね。これは棒です。棒っていうかね、麺そばとかね、ああいうのそば打ち棒みたいな、ああいう棒のことです。でそば打つんじゃなくて、昔は接着剤は煮皮だとか、海苔ってのはご飯粒のね、海苔、でんぷんで作る海苔を使ってたようですが、まあそのお米を、伸ばして、海苔にしてたらしいんですけどね。それを作るとき、そのお米粒、ご飯粒をこう伸ばす、ローラーで伸ばすのに使ってた、棒。まあ、麺打ち棒みたいなやつを、ヘラ。ヘラっていうのはその、ハケみたいなね、ヘラ。ヘラの棒でヘラ棒って言ってたんだそうです。まあ、要するにご飯粒を、潰して海苔にするわけですけど、
それ以外に何の役にも立たないやつめという意味らしいんですが、まあヘラ棒っていう道具があって、それで糊を作ってたんだそうです。だけどまあヘラ棒めっていうのがまあ本当はそう言うべきらしいんですけど、あんまり迫力がないので、変化してべらぼうになったらしいですね。まあそういう語源はちゃんとあるみたいですけど、そもそも今となってはもう使わないですよね。一昨日来やがれなんか言ったら喧嘩になります。まあ喧嘩してるんですけどね、喧嘩の言葉なんですが、まあ、本当の喧嘩の言葉ですよね。そんなの使っちゃうと、キョトンとされるか、取っ組み合いの喧嘩になるからどっちかですから、あまり使わない方がよろしいんでしょうけどね。だけどそういう言葉、今の、こう、落語でね、古典の落語を今やって、まあそういう言葉がたくさん出てくると、昔はそれで分かったんでしょうけども、今の人が聞いても、そういう言葉はすでに使いませんので、江戸の言葉であっても、東京の人が聞いても分かんないっていう現象が、だんだんと出始めてるようでして、落語の本編の中で、その江戸の言葉の解説が入ったりします。で、そうしないと見てる人が分かんないというところがあるみたいですね。まあ、すでにそういうのは、例えば能とかね、狂言だとか、歌舞伎もそうですかね。私歌舞伎見たことないですが、歌舞伎座に行きますと、あの東銀座にあるね、歌舞伎座に行きますと、あの今の現代語の口語で解説をしてくれる無線式のこうイヤホンを貸してくれるらしいんですね。でそれを当てながら聞くと、そこからは無線で解説が流れてくる。で要は歌舞伎の役者さんがいろいろセリフを言ってるんですけど、あくまでも当時の江戸時代の当時の口語であって、今の口語ではないので、今の人が聞いても分かんないんですよね。なのでそれを解説するために、初心者の人にはそういうものを貸し出して、耳に当ててもらって、あの現代語の解説を聞きながら、歌舞伎を見るっていうふうなサービスをしているみたいですね。能なんて何っていうのかさっぱり分かりませんよね。まあ、私そういう造形が深いわけじゃないので、歌舞伎も能も一切分かりませんが、聞いても多分分かんないと思いますけど、まあかろうじて狂言がわかるぐらいですかね。狂言がまあ今の口語に一番、ああいう伝統芸能の中では近いですかね。まあ江戸の落語はもうほぼ東京の言葉で、わかんないことはないですけども、使われない言葉が多い。まあ上方落語の方は大阪弁ですので、今でも、使われる言葉がほとんどだと思いますので、まあ、若干ちょっとね、先週あたりの訛りだったり、あるいは晩秋あたり、あの姫路とかね、あっちの方の訛りだったりっていうのが、こうあえて上方落語の中に入ってることもありますけども、そういうのはさすがに地元で育った人じゃないとわかんない。私みたいに九州で育った人は関西に住んでた時期もありますけども、それでもわかんない、という言葉はちょこっとありますけど、まあ東京の落語に比べてはわかるんじゃないかなというふうに思いますね。まあまあそういったところでも、たかだか、江戸時代末期って言いますと200年前ぐらいですか、200年ぐらいですか、200年も経ってないんですかね、150年から200年ぐらい前の言葉でももうすでに、わかんないという現状なわけですね。そう考えると、やっぱ言葉っていうのは生き物なんだなっていうふうに思いますし、まあその時々の世情やね、あるいはその文化によって、変わるんだなっていうのが分かります。大体でも新しい言葉っていうのは、今なんかは若い女性が新しい言葉を作っていくパターンが多いですよね。昔私が子供の頃は言葉じゃなくて文字、丸文字っていうのが流行った時期がありました。あれもよく読めない文字、丸文字、読むのに苦労する文字だったんですが、あの丸文字っていうのは、私が若い頃の
同世代の人間、まあ今で言う JK だとかあのレベルの年代の若者の特に女性が考えついた文字なわけですね。まあ、当時携帯電話とかないですから、 LINE とか、ね、メッセンジャーでやり取りすることがないですから、もう紙に書いて渡すしかないわけですね。お手紙しかないわけです。しかもワープロなんてまだなかった時代ですので、手書きしかないわけですね。まあ、メモ帳だとか、ちょっといっぱい文房具用品店にあったわけです。そこにいろんなカラフルなペンが売ってましてね。で、そのペンで丸文字で書いて、で、それを紙に書いてることはたわいもないことなんですよ。授業中に飛ばすんですから。次の時間何して遊ぶとかね。そんなくだらないことなんですよ。だけど、その、授業中になんかそういうものを飛ばしてね、紙を丸めてなんか書いて、それをビューッとこう友達に飛ばして、で、その授業中に手紙のやり取りをするというのが、楽しかった世代であり時代なんでしょうね。私が中学生の頃はそういうのが流行ってまして、見つかってよく先生に殴られてました。まあ、当時は体罰云々っていうね、そんなことは言う、特に言われませんでした。怪我させない限りはね、悪いことしたんだから、そんな授業中にね、その死後をするとか、ましてや手紙を飛ばし合うとかね、もってのほかなわけですね。だからそういうの見つかると先生に殴られてました。今から35年ぐらい前の話ですね。でもそれが、当時の普通であり、それが当たり前の時代でした。で、今になりますと、やっぱり同じぐらいの若い女性、女子高生とかね、もっと中学生とかが、新しいなんか言葉なり、あるいは今は SNS とかありますから絵文字ですか、そういったものを開発して、そういうのを使う。例えばこの前私言われて全然分かんなかったのは、メイがね、女子高生なんですけど、エモいって言われて、エモい全然分かんない、意味が分かんなかったですね。ピエーンぐらいは分かりますよ。泣いてるんでしょピエーンって泣いてるんでしょ。もう嬉しくて泣いてるのか悲しくて泣いてるのかは、まあ、文脈によって判断するんでしょうけど、エモいは分かりませんでしたね。さすがにエモい、ちょっとびっくりしました。エモいって何って聞いて教えてもらって分かったっていうね、これ情けない。これは完全に現代語ですね。私もノーマークな現代語です。でもこういうのって古代から実はそうでして、日本語にはまあ漢字も使えますし、ひらがなも使えますし、漢字も使えますし、今は西洋のね、アルファベットも言語としては使えますよね、普通に。だけど当時はひらがなとカタカナと漢字しかなかったわけで、しかもひらがなは新しい言葉、新しい文字だったわけですよね。で、こういう新しい文字っていうのも平安時代の話ですよ。新しい文字っていうのは、こう今までは漢字だけで漢字だけを使って漢文で書いてたわけですよね。まあ中国語です。で、文字を使えるのは貴族です。基本的に貴族です。その他の人は喋れるけど読み書きはできなかったわけですね。だから、漢文を書いてた、あるいは読んでた、で、そういう文書のやり取りをしてたっていうのは基本的には男性の貴族なわけですね。でも、宮殿だとかね、ああいった貴族の家には当然女性もいるわけで、女官としてね、でそういう人たちは漢文、今読めないことは、教養あるから読めないことはないんでしょうけども、だけど大和言葉って言って、その日本語をそのまま、当時の日本語、大和言葉をそのまま文字にするっていう、ひらがなとか、まあ、カタカナ、そういったものを、特にひらがなですね、ひらがなっていうのを、まあ、万葉仮名ですかね、万葉仮名を、使って積極的に使い始めたのが、あの女性たち、当時の若い貴族の女性なわけですね。男はそんな
万葉仮名みたいなね、なよなよっとした、そんなあの、まあ、今の言葉で言う、その軟弱な文字なんか使えるかって言って、ひたすら漢文を使ってたわけですが、女性はそういうのは関係ないので、どんどん新しいものを取り入れて、万葉仮名を使って、日本語のね、こう、表記をそのまんま仮名でやったわけですね。それで、を使って書かれたのが、例えば、源氏物語であったり、するわけですね。あの、平安時代の小説ですよね。ああいったものが、新しい文化として、爆発的に流行った。で、そういった文化っていうのがだんだんと男性社会の中に浸透していって、仮名も使われるようになった。まあ、平安時代にしろですね、それから、今現在にしろですね、35年前にしろですね、若い女性が、新しいこう言語、文字、そういった文化っていうのを作り上げていくっていうのは、これはまあ日本の特徴なんでしょうね、歴史のね。だから今ね、若い、女性がなんだかね、意味のわかんないことをエモいとか言ってても、まあね、我々の年代になると意味がわかんないので、何言ってんだこいつらはって思いますが、おそらくそれが例えば今から10年後20年後経った時には、それが全部とは言いませんけども、その中のね、こうごくごく一部が、残って日本の普通の文化になってる可能性っていうのもあるわけですね。だけど流行り廃りが早いので、若いね、女性たちが好んで使っててもあっという間に消え失せるっていうこともあるわけですね。丸文字なんて結構長い間使われてたんだろうと思いますけど、今ないですよね。そんなの丸文字なんて見たことないですよね。今の若い方知らないです、丸文字とか書けないと思いますよね。あるいはそのファッションでもね、ルーズソックスとか流行りましたよね。今から20年、30年ぐらい前ですか ?20 年ぐらい前か。流行りましたけど、あんなもの今時履いてる人いないですよね。ほんとなんか変なメイクありましたよね。ヤマンバでしたっけ?なんか変なわけのわからんメイクありましたよね。あれも一時期ものすごく流行って、みんながみんなそんな顔してましたけど、あれもあっという間に、なくなっちゃいましたよね。だから流行り廃りも早い代わりに、当時はなんか白い目で見られてたものが、後々までずっと残って、それが標準文化の標準になってしまうっていうこともあるので、あながちね、エモいとか言われてもなんだそらとは言いにくいというかね、バカにしにくいというかね、それはそれで若い人と話すときにはなんかそういうのをこう聞いていかないと、理解していかないと、だんだん話についていけなくなるっていうところはあるかもしれませんね。はい。まあそんな感じで、江戸時代も多分そうだったんでしょう。ファッション的なね、こうリーダーっていうのは、まあ江戸では女性の中のファッションリーダーっていうのは、その芸能関係の人ではなくて、ましてや、まあ、今で言う女子高生みたいなそういう人ではなくて、当時のファッション、女性のファッションリーダーは吉原の、遊女、花魁が、ファッションリーダーだったようですね。だから吉原っていうのは女性も遊びにっていうか見物に、観光に行ったらしいです。別に男だけが通うところではなかったようです。女性も行って、こう、オイランのファッションっていうのをこうつぶさに観察してたんだそうです。まあよく出てくる文金高島だなんていうその髪、女性の髪結いのね、形がありますけど、私もあんま詳しく知りませんが、島田結いっていうんですが、まあ落語ではよく文金高島だって言いますけど、その島田結いっていうのは、これは遊女から発生した、髪の結い方なんだそうです。あれは確か前、後ろで縛って、あんま詳しくないですが、後ろに垂れるんですかね、確か。だから今でポニーテールですよ。
今で言うポニーテールのような形ですよ。形、横から見た形はポニーテールとは似ても似つきませんけども、あの日本髪なので違いますけども、ただまあ後ろで縛ってそれを前に出すとちょんまげじゃないですか、男のね。前に出すでこう頭を直後頭部を反ったらちょんまげじゃないですか。それをこう上に上げてそのまま後ろに垂らすだったかな、島田結衣って。まあ、興味ある方は調べてください。多分今で言うポニーテールのことだと思います。まあ、そういうのをこう流行り、をこう作ったのは、吉原の友情だったりするわけですね。だからファッションリーダーだったわけで。うん、まあ若い女性のね、今の、喋ってることが何言ってるのかさっぱりわかんないっていうことはありますが、まあそれはそれで、まあバカにしてもいけないんだなと。それが将来日本語の標準になるかもしれないし、文化の基準になるかもしれないというところがありますので、まああの落語とかね、そういったのを聞いてると、まあ本当はこう、能とかね、狂言とか、あるいは、何ですか、歌舞伎、まあそういったのも、見ていくともっとこう、造形が深まるのかもしれませんけど、残念ながら私はそこまで学がありませんので見てもわかんないんですよ、聞いても。なので落語なら楽しく見えるので、そういうのを見ながらちょっと感じたことを喋ってみました。以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。